アメリカの11月の住宅着工件数は年換算で142万7千戸となり、前の月から 0.5% 減少しました。市場予想は上回ったものの、3ヶ月連続のマイナスです。主力の一戸建て住宅の着工件数で減少が続いていて、全体の重しとなっています。また先行きの指標とされる住宅着工許可件数は前の月から 11.2% 減少し、2020年6月以来およそ2年半ぶりの低い水準でした。